あなたの心にパープル&ガガガガールド。どうも、空蔵です。はい、今日も京都でお疲れ様でございます。まあ、実はね、私これ2本撮りなんで、もう喉がカラッカラなんですけど、頑張っていきたいと思います。で、この動画今回でラストなんですよ。 NB 通信もラストというところで、まだ他に見てないよっていう方いたら、別の動画も見てくださると嬉しいです。で、今日も京都でラジオ感覚でゆるーくいっちゃうんで、流る劇推奨でお願いします。で、この収録日が11月22日時点の試合が終わった段階で撮ってるんで、だいぶずれると思います。公開日がね、多分4日後か5日後になってるんで、順位とかデータとかマジで変動あると思うんですけど、ちょっとご了承ください。じゃあ最初のチーム、クリッパーズね。ちょうどね、クリッパーズとユタジャズの22日の試合を見た後に話すんですけど、クリッパーズもさ、俺1位予想しててもっと突き抜けるかなと思ったけど、やっぱりこうレナードとポールジョージが揃わないと最高のチームではないのかなっていう印象かな。なんかさ、やっぱこう全体見回すとさ、もう誰もが羨む層の厚さをしてるんだけど、どこかでね、やっぱボールムーブが止まっちゃうんだよね。アイソ主体のチームってところもあって、今年ジョン・ウォールが入ってきてくれたから、ジョン・ウォールの時間帯とかめちゃめちゃいいのよ。今日もめちゃめちゃ活躍してて、あ、さすがだなって思ったんだけど、やっぱりこうレジージャクソンの時間帯とか、ノーマンパウエルがメインハンドの時間帯にちょっとボールが止まりがち。せっかくこうマーカス・モリスとか、まあ、ちょっと最近休みがちなんだけど、ケナードとかスリーポイントシュートがいっぱいいるから、もっとこうなんて言うんだろう、バックスみたいな誰かが中に切り込んでキックアウトするっていう主体のオフェンスがあっても面白いんじゃないかなと思う。まあ、たださすがティロン・ルーってところで、このセンスの厚さを生かしてズバッツをセンターにしたり、バトゥーもセンターにしたり、はたまたそれさえね、ノーセンターの時間帯があったりと、まあ、そこの柔軟ささすがかなって思う。ただね、こうちょっと危うい時間があるっていうのも確かかな。ここさえね、まあポージョとレナードが揃った試合っていうのがまだスモールサンプルすぎて何とも言えないんだけど、そこでガッチリハマればこのチームは独走も狙えるようなチームだとは思います。ただちょっと気になるのが、まあ、トレードデッドラインでこのチーム動くんじゃねえかって言われてて、マイルズ・ターナーを狙ってるみたいな。いや、いるか、マイルズ・ターナーいるか、このチーム。なんか確かにズバッチよりはできることが多い選手ではあるんだけど、どっちもさ、スモールセンターに対応できるかっていうと微妙なセンターだから、だったらズバッツでこのまま通しちゃった方が、こうケミストリーがさ、やっぱこのチーム心配なところ、こうなかなかフルメンバーと揃わないから、そこを入れ替える人はちょっとないかなと思うかな。それよりかは今ちょっとさ、ロバート・コビントンがローテ外になって、ロバート・コビントンがローテ外になるんだよ。やばくない、このチーム。そこをね、なんとかもう処理っていう方あれだけしちゃった方がいいんじゃないかなとは思うかな。アミーやコフィーの方がね、なぜかプレーを勝ち取ってるところで、いや、コフィーいいよね。体幹がめっちゃ強くて、フィニッシュの仕方とか、俺ドウェイン・ウェイドみたいな時あるし、素晴らしい選手で、テネンスマンもね、ディフェンスもいいし、スリーポイントもなかなかいいってところで、マジで羨ましいな。うん、もうやめてください、レイカーズの邪魔しないで、ロサンゼルスはレイカーズのもの。はい、以上です。次がナゲッツね。ナゲッツね、ちょっとヨキッチがさ、プロトコルかな、入りしちゃったんかな、ちょっと最近出れてなくて、NBA7 不思議の一つ、デアンドレ・ジョーダンが NBA で生き残ってるせいで、彼がスタメンセンターになってるんですけど、それだとちょっときついよね。この間もちょっと接戦でマブスとの試合をギリギリ勝てたんだけど、やっぱこの選手30分出すのきちいよ、本当に。いや、今にロブパスを出せばフィニッシュはしてくれるんだけど、まあボックスアウトしないからリバウンド取れないし、ディフェンスはもうついていけないしで、ちょっとなぜ残ってるのか俺はわからない。ハレリアさんっていう、ビアボーラーのハレリアさんっていう YouTuber がライブでよく語ってる話によるとね、これそれ聞いただけだから、ジェフ・グリーンとブルース・ブラウンだったかな、なんかめっちゃ仲いいらしいんだよね、 DJ が。そうだからいるみたいな。いや、それでみたいな。で、仲いいならいるっていうのはわかるけどさ、ジェフ・グリーン今そんなミニツもらえてねえから、ちょっと出てるぐらいでさ、いやいやいいよもう DJ は。いや、まあな、 DJ の話であれなんだけど、まあ、ちょっとヨキッチは相変わらずすげえってところで、まあ戻ってくればいけるでしょっていうのと、そうか、ヨキッチもさ、こう得点1位、リバウンド1位、アシスト1位とさ、まあここもヨキッチボールなところは否めないよね。俺 MPJ が正直もっと得点を取ってくれた方がこのチーム安定というか、こう優勝も狙いチームになるにはそうするしかないかなと思う。 MPJ の早打ち3、えげつないよね。こうまた別の YouTuber でパコラさんっていう方がよく言ってんだけど、彼の早打ちのジャンプシュートがもっと活かせるセットとかを組んだ方が俺も強くなるんじゃないかなっていう。まだミニッツもさ、まあちょっとね、怪我明けの選手っていうところと怪我勝ちっていうところもあるから30分以内に抑えられてるんだけど、彼をやっぱメインのファーストオプションに据えた方がこのチーム強くなるんじゃないかなって思うかな。やっぱさ、どうしてもさ、ちょっとこれもあれなんだけど、ジャマール・マレーがここが天井なのかなって正直思っちゃうかな。なかなかさ、結構ハートも強くてシュート力もある選手なのに、平均得点20得点超えてないってところはちょっともうここが限界なのかなって感じちゃうかな。ナゲッツから出ればもっと取れるんだろうけど、やっぱこうステフィン・カリーにと一時期比較された選手でもあるのにしてはちょっと厳しいかな。まあ、ヨキッチがモールハンドラーやってるから厳しいんだよね。ハンドオフでスリーを打つタイプの選手だから。そう。まあ、だからそこだよね。こう、マレーと MPJ をもっと活かせるような体制さえ整えれば、
突き抜けるかなっていうところ。だからここは正直トレードとかはもうしなくていいんじゃないかな。せいぜいバイアウトで DJ じゃないセンターを取ってくれ。無理だ。やめてくれ。もう本当に。あと、ボーンズハイランドもいいよね。今年 MIP 候補に上がるぐらいだよね。まあ、ちょっと2年目だから多分無理だと思うけど、シックスマンには選ばれてもおかしくない。スリーポイントも今13、45% ってところで。もう間違いです。ナゲッツはこのまま2、3位。まあ、もしかして1位取れるポテンシャルは全然あります。で、次がサンズね。いやー、俺このチームをさ、実は6位予想してて、で、結構ね、サンズ指定を下げてる YouTuber とか、普通に Twitter の人とかいるんだけど、意外と問題なかったね。まあ、ただ、気になるのはクリス・ポールの健康状態だね。結構最近試合に出れてないというか、かつ、平均得点が 9.5 点なのよ、今。クリス・ポールって確かにスコアラータイプじゃないけど、なかなか10得点は割らないっていうか、14、5点でとどまれてる。この年でもってところだったんだけど、結構彼のミッドレンジゲームとか、間を抜くレイアップとかがちょっと見られなくなってきてるのが気になるかな。まあ、それはさ、御年37かな、今年37か8で、乙女すぎってのはわかるんだけど、彼がメインのポイントガードじゃなくなる時代がそろそろ来てるのかなっていう気はするかな。ただそこの穴をね、キャメロン・ペインが埋めてるのはすごいいい材料だけど、たださ、このチームもさ、もう強くなってから3年目かな。クリス・ポールが来てから3年目っていうところで、で、結局2年連続で勝ちきれなかったっていうところで、じゃあ優勝のためにこのチームは本当にやってるわけで、優勝するにはどうしたらいいんだってところで、現状の戦力でクラウダーまで今出れない状況でどうすんだってところがあるから、ちょっとね動きづらいとは思うんだけど、クラウダーとかの他のアセットがまあないんだけどね、正直クレックぐらいなのかな、出せるとしても。やっぱキャメロン・ジョンソンもちょっと怪我しちゃったけど出したくないだろうし、そこでやっぱりクリス・ポールじゃないハンドラーをもう一人取るべきかなって俺は思う。正直いけるんだったらジョーダン・クラークソンとか狙ってほしかったんだけど、最近ちょっとジャズが話さないみたいなニュースも出てるからちょっと厳しいから、それに近しいようなスコアラータイプの選手をもう一人取ると安定するんじゃないかなっていう。ブッカーもね 27.6 得点と22日時点で取ってるから、そろそろ俺はブッカーが NBA オールファーストチームのシューティングガードになってほしいと思ってるから、ここでぜひコービーの後を継ぐのは俺は彼だと思ってるんで、彼に頑張ってほしいかなって感じかな。うん、まああとエイトは老けすぎ、うん、以上です。で、次がジャズね。うん、一個言わせてもらっていい？いや、俺謝罪動画もしたから、ほんと謝りたいんだけど、ふざけんじゃねえと。俺最下位予想してたチームが1位になるとか、もう、なんか YouTuber 以前とかの話じゃなくて、もう N クラをやめたい。やめないんだけど。なんでだよ、もうなんでなんだよ。で、ただ、俺ちょっとこれさ、クリッパーズのジャズ戦を見た後なんだよね、22日時点で。で、見た後で、まあ、この日負けたんすよ。ジャズが危ういなっていう瞬間が最近出始めてきたかなって印象ある。で、まあまあ先にちょっと強い部分から言っていくと、やっぱりこう、ジョーダン・クラークソンが今年キャリアベスト並みの活躍をしてる。マイコニーとのやっぱコンビ素晴らしい。コンリーもアシスト、すごい、プレイメイクを効果的にできてるってところで、そこをやっぱセクストンがバックアップでカバーしてったりとか、ビーズリーがシューターとしても活躍してるし、このバックコートがまず盤石っていうところで、かつラウリ・マルカネが今年もオールスター級の活躍をしていて、オリニクもスペーシングを広げる役割になってるっていうところで、でバンダービルトがビッグウィングとしてディフェンスを頑張ってる。もう一個思ったのが、やっぱりディフェンスがちょっと怪しくなってきたから、マルカネとオリニク身長があるからリバウンドとかは取れるんだけど、どうしてもリムプロテクト能力がないっていうところで、今日ズバッチとかにもうバックスクやられたし、でかといってスピードのあるガードに釣り出されるとペリメーターで抜かれちゃうし、やっぱりバンダービルト一人だけだと守りきれないから。でクラークソンとかコンリーとかセックスともやっぱディフェンスができるかっていうと微妙だし、そこがちょっと厳しい。で解決策としてやってることも俺はちょっとあんまりやめた方がいいかなと思うのが、ホートンタッカーをメインハンドラーというかポイントガードとして使う時間が今最近あるんよ。いやきつい、もうそれはきつい。ホートンタッカーにそんな IQ ないよ、レイカーズにいた時から見てるけど。ディフェンスは確かにいいから、そこをカバーするために彼をポイントガードとして使いたいんだろうけど、ちょっとプレーメイク力がなさすぎて厳しい。最近彼をさ、クラッチタイムで使ってんだけど、彼ってやっぱこうスリーポイントもシューターとしてスペースを広げられることもできないし、じゃあ何ができるかっていうとワンオンなんね。ワンオンができる人材はもうジャズに死ぬほどいるから、ちょっとそこが今必要じゃないってところで、なんで俺は、まあ、ジャズのヘッドコーチが起用してるのかがちょっと怪しいかなとは思った。いやレイカーズの元選手だから応援はしたいんだけど、ウィル・ハーディどうなんだってところは感じたかな。でまあ最後に話すと、結局1位で追われたとしましょうよ、優勝できますかって話なんだよね。いや1位で追われたチームが優勝できるかそれはあるけど、もし仮にジャズが1位で今シーズン追われたとしたら、一番優勝できなさそうな1位だよね。俺過去見ててもこんなに優勝はしないだろみたいなチームねえもん。で結局チーム NBA のチームって何を目指してるかって言うて優勝なわけよね。ファイナルで勝つことが目標だから、でそれを長年王朝としては築きたいわけやん。誰しもウォーリアーズとかブルーズとかスパーズを目指してるわけで、ってなるとやっぱり今シーズンどこかでコアの選手、クラークソンは出ないみたいな話が濃厚だけど、コンリーであったり、正直ねマルカネンも出してもいいんじゃないかな。そのマルカネンはやっぱりボールを持ってこそ
その選手だから、じゃあ仮に今年負けて指名権をウェンビー当てましたとなった時にボールを渡したいのはウェンビーなわけだから、マルカネンの存在って、クラークソンは残ってくれるのはありがたいから他の選手は全員出すべきだと俺は正直思うかな。今年どんなに成績が良くてもやっぱり突き抜けることはできないで、俺はジャズはやっぱり徐々に下がっていくか、下がるようにフロントが人員整理していくと思うからってとこから、まあこの様子は全然間違ってたらまた謝罪会見開いてます。俺間違ってちゃんと謝るからさ、やるんだけど、まあ多分厳しいかなって感じで、これで一応チーム全部29チームは終わってて、唯一レイカーズを残して俺終わろうかなって思ったんですよ。あの散々語り尽くしてるレイカーズ系 YouTuber なんで、ただまあさすがにね文句が出そうなんで軽くやるし、ちょっと今までの29チームとは別の観点で行くんだけど、あのレイカーズファンの皆さん覚悟して聞いてほしいですけど、12月の日程鬼だかんな、やばいぞ。ちょっとね11月の日程は軽くて、で今22日だからちょっと軽い日程消化した後に動画を出してるからどうなってるか今時点で分かんないんだけど、たとえ11月を良い結果で終われたとしても、あのやばい、12月やばい。まあどんな日程かはぜひ楽天 NBA からチェックしてくれればいいんだけど、あのバックスとかさ当たるからさ、もうバックス相手には勝てない、ブリ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 ってところで、正直さレイカーズファンバイアスとしてはさ年内五分五分で終えてほしいんだけど、いやぶっちゃけ厳しいと思うんだ。いやファンとしてはさ、もうレイカーズ最強って言いたい気持ちあるんだけど、偏見なしでやっぱ語るべきだなと思ってって考えるときついかな。トレード案動画も出しててそっちで散々語ってるんだけど、やっぱりねラスの調子がいくら良くても出すべきかなって思う。あ今市場価値が高まってなんか延長契約オファーみたいななんか狂ったこと言ってるけど、いや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 、だって優勝はできねえじゃん。で優勝どころか多分プレーオフ出れるかぐらいよ、よくてもね。五分五分で終えたらまあ8位とか9位7位くらいだと思うから、いやそれで満足なんかって話じゃん。レブロンがいるチーム、 AD がいるチームで少なくとも A シード狙って優勝いけるかみたいなのを作らないといけないわけだから、俺は逆にウェストブルックの評価が高まって1巡目指名権を2枚じゃなくて1枚で出しておいて、いいもっと今よりいいチームになった方がいいんじゃねえかなと思うかな。うん、いやそれかもうウェストブルックを確保するのであれば、もう今シーズンは捨てるっていう覚悟を決めてレブロンと AD とか思い切って休ませるぐらいの方がいいと思うよ。じゃないとやっぱ俺が散々どのチーム行ってる突き抜けるっていうことにはならないから。で来年さウェストブルックやっぱどうしてもさ50ミリオンはもらえないわけじゃん。絶対下がるわけよ。どんなに高くても俺20ミリオンは超えねえと思うんだ、ウェストブルック今どんなに活躍しててもね。だったらそこで安くなった金額分で補強するっていうのを今のうちに見せてほしいから、俺的にはって感じっすね。レイカーズはもう散々語ってるんでそっち見てほしいです。あの俺はやっぱ優勝してほしいから、厳しいこと言うと今のままじゃ納得できないです。はいはい、ってことで30チーム終わって、いや本当にここまで聞いてくれた方、あのこの動画を初めて聞いた方本当にありがとうございます。別に大した編集もしてなくて、ラジオ動画ね大して滑舌も良くないし聞きづらかったと思うんですけど、いやもう本当に少しは見てくれたらありがたいです。でちょっと言いたいことがあって、まあありがたいことにさ、あの俺今 YouTube 始めてまだ2ヶ月も経ってないんだけど、こうチャンネル登録が600人超えるってところで、もうこんなに行くともなくてすごいありがたいんだけど、こんな YouTuber にもあのまああんまり言葉遣いの良くないコメントとか最近来るようになってて、で俺は別にそれに対して返信しないようにしてるんだ。やっぱさこう構ってほしいとかさ、まあやっぱこうさキッズがさなんちゅうんだろう、あの誰が傷つくとかわからないで書いてるだけかなと思うからいいんだけど、たまにコメントしてる同士で言い合ってる時っていうのが見られて、それはちょっとで、ね、やめてほしいかな。いろんな YouTuber も言ってるけど、それで気分良くなる人っていないと思うし、そこで喧嘩してさ何も生まれないじゃん。別にこれ以上雰囲気悪くしたくないからあんま言わないんだけど、 YouTube のコメントで応援コメント以外をする意味ってあるのかなって俺は思う。正直顔が見えてないからとは言って誰が傷つくかもわからない言葉を書き込むっていうことに対して意味あんのかなって思うんで、そこら辺考えて楽しく俺の動画見てくれると嬉しいかな。で最後なんですけど、あのね恒例のというか前の動画も見てくださってる方はもうお気づきの通りかもしれないですけど、アニメの話して終わります。いやあの本当にあのね不評だったらやめようかなと思うけど、不評ではないんだよね。で好評でもないっていうところで、あの次からはとりあえずやんないです。だからちょっとやりきらせてくださいっていうところで、で最後紹介したいのがチェーンソーマンですね。うん、流行りに乗っかっちゃった。別にね、みんなもう知ってると思うんだけど、まあ見てない方もいると思うんで、ぜひ見てほしいんですけど、まあ別に今、リアルタイムで放送中なんで、俺も漫画であえて見てないようにしてるんで、これからどうなっていくかってわからないんだけど、マジで面白いから見てほしい。で、何がいいかって、あの、マキマさんってキャラがいいんだけど、めちゃめちゃいい。エロい。本当に。何の話だ、これ NBA と全く絡まねえな。いや、実はね、絡めることがあって、俺その、チェーンソーマンのオープニングのキックバックっていう米津の曲をよく使ってて、冒頭で。で、そだから話してんだけど、一個、あの、この曲、NBA の動画に合わねえみたいなコメントが来たよね。うん。あ、そう、さっきのアンチの話もそうだけど、合わないんだったら何が合うんって話っていうのと、俺がなぜあの曲を使ってるのかっていうと、あの、バズるからなのね。そう、最近さ、ありがたいことにさ、20万再生とかいくショーツも出てきて、本当に嬉しいんだけど、動画の共通点って、キックバックを使ってるんだよ、大体ショーツで。そう、だから俺伸びるから使ってるから、あの、合わない合う合わないは、それは意見としてあると思う。それは、受け止めるんだけど、合わないんですか？なるほど。じゃあ、どれが合うんですかっていうところまで言うのがコメントじゃないかなと思います。
います。はい。まあちょっとごめんね、こんな感じだったけど、チェーンソーマン面白いんでぜひ見てください。通信簿全部見てくれた方、本当にありがとうございます。まだ見てない方もぜひ見てくれると嬉しいです。それでは今後とも私をよろしくお願いします。それでは。最近 TikTok と Twitter と Instagram も開設したので、よかったらフォローお願いします。では、バイバイ。